サッカーのクラブ世界一を決める FIFA クラブワールドカップ。ワールドカップは9日、アブダビで人し踊り時決勝が行われ、アジア王者の浦和は開催国枠出場のアルジャジーラ、アラブ首長国連邦と対戦。0-1で敗れ、準決勝進出はならなかった。惜しきみに試合を進めながらも無得点で前半を折り返した浦和。すると後半7分。FW マブフートに裏のスペースへと抜け出され、GK と1対1の局面を作られて失点した。その後、FW 高木、FW ズラタンらを投入して反撃を試みたが、得点には至らず。アルジャジーラの守備網を最後まで突破することができず、まさかの初め戦敗退となった。勝てば13日に行われる準決勝で欧州王者のレアル、マドリード、スペインと対戦が待っていたが、実現せず。12日に行われる5位決定戦でアフリカ王者のウィダード、カサブランカ、モロッコと対戦することになった。